女優の浜辺美波23が30日までに自身の X9 ついを更新。NHK 連続テレビ小説、ランマン撮影時の話を明かした。同作で主人公万太郎、上木隆助スケの妻、スエ子を講演した浜辺は、そういえば生まれ日の時にプロポーズされたと綴ると、美の誕生日の際のショットをアップ。同作で丸を演じた。 俳優、前原瑞希が衣装姿の浜辺、ひざまずいて、バラを送るショットや花止め、花とメッセージカードを手に、カメラ目線の浜辺の後で前原が覗き込むショット、ミータン誕生、おめでとう。幸せになるお前原瑞希と書かれ、メッセージカードのショットを披露した、浜の投稿に、フォロワーからは、藤丸、マンちゃんに告げしときます。かわいい、お誕生日おめでとうございます。 藤丸、この不届き者、真顔最高、なんです。藤丸くんはうさぎさんと結婚しなさい。プロボ、められちゃったねえ、おしゃれですねえ、といった反響が寄せられている。